ハロー YouTube。どうも、マサルです。iPhone で文字を入力する際、ほとんどの方がこのような日本語キーボードを使われているかと思います。ただ、パソコンなどではローマ字入力をされている方がほとんどだと思いますので、iPhone でもローマ字入力がしたいという方もいるのではないでしょうか。そこで今回は iPhone を使ってローマ字入力する方法をご紹介したいと思います。まずは設定アプリを立ち上げます。そしてこの中にある一般、少し下の方にあるキーボードというところをタップします。この一番上のところ、こちらにあるキーボードというところをタップします。現在は英語と日本語かなという2つのキーボードが追加されていますが、ここにローマ字入力できるキーボードを追加します。キーボードを追加するには、この一番下、新しいキーボードを追加というところをタップします。そうすると、推奨キーボードという項目に日本語というところがあるかと思います。こちらをタップします。ローマ字と出てきますので、ここをタップします。最後に右にある完了をタップします。これでキーボードの中にローマ字入力できる日本語キーボードが追加されました。この状態でメモアプリを立ち上げると、現在は先ほど使っていた日本語入力のキーボードが出てきますが、この状態でこの地球儀のマークをタップします。そうするとローマ字入力できるキーボードが出てきます。この状態で文字を入力すると、パソコンで使われているようなローマ字入力のキーボードが使えるようになります。人によってはこの方が慣れていて早く入力できるという場合も多いかと思います。そういう方の場合は、このローマ字入力できるキーボードを設定しておくことをお勧めします。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。